はいどうもゆうきです。静止をなぞるパワプロくんポケット4実況プレイ続きやっていこうと思います。2年目で最初の試合でなんとか1勝することができました。なのでこのパートではうろつきでね、いろんな島の観光を観光っていうか島のいろんなところを見て回りたいと思っています。まずは研究所。黒野博士、いいもんちょうだい。しかし変な建物だよなここ。おお、よく来たな少年。黒野博士こんにちは。わしのことは博士と呼ぶがよい。博士、そういえばここで何を研究しているんですか？知りたいか。だが内容については秘密じゃ。研究者たるもの、成果が出るまではみだりに研究内容を漏らしたりはしないのじゃよ。ひょひょひょ。じゃがどうしてもというなら教えてやらんでもない。おい、言いたいんやお前。あー、じゃあ結構です。押したいな博士が、切りくないのみたいなシーン見たいな。でも多分ストーリーはこっちなんだろうな。ぜひ教えてください。おお、そうかそうか。実は人間の潜在能力の開発。幸せそう。具体的には運動能力の強化などじゃな。なんか今後いっぱい見るよそれ。ということは俺を突然すごい選手にしたりできるんですか？うむ。研究が完成すればな。なんだ、うむ。じゃが現状でも結構な確率で成功するんだぞ。なんならお主にやってやろうか。俺？いや、これは気になるっしょ。面白そうですね。やってみろ。うお、その言葉を待っておった。うぎゃー。あれ、これダメなんじゃね？いつもわしの技術は完璧じゃ。あれ、上がった？お、上がってんじゃん。すげえ博士。ちょっとたびたび行くようにしよう。じゃあ次、そうね、学校気になるな。学校見てみましょう。学校に着いたぞ。どうしようかな。あー、理科室多分包みだよね。教室行ってみよう。あれ、誰もいないやん。なんでやねん。うわ、なんもないやん。誰かいろや。あ、ちょっと待って、明日は天本さんの誕生日だったな。無視ありえない、彼女だよ。だってもう何がプレゼントする、何を贈ろうか。あ、どれがいい。ゲーム、パワフノレプロ野球。あー、クラシック CD はちょっとイメージ違うんだよな。なんか聞きそう感はあるけど、実際もらうとクラシック聞いてるよりもなんか自然の音聞いてた方が似合う気がする。ブローチはありかもしれない。飾りっ気がないからこそ一点物を大事にするみたいな。刺繍もありな気すんな。結構そういうの読んでそう一人で。で、花の種はありだけど、なんかこれは今どっちか、悩む。刺繍。翌日、お誕生日おめでとう。はい、プレゼント。え、あの、は、はい、ありがとうございます。めっちゃ喜んでんじゃん。え、好感度上がんねえんだけど。カンストしてんのかな、好感度もしかして。じゃあ次は理科室行ってみようか。包みイベントあるっしょ。やあ、包みくん。おや、ゆうきくん、どうしたんですか？今日の新聞見た？怪しい助っ人外人ってさ、知り合いな気するぞそれ。ええ、僕も気になってネットで調べましたよ。野球の話で盛り上がったと。うわ、筋力下がった。でも技術めっちゃ上がった。ミートあげるには通ってもいいのかな。じゃあ次、森本の家行ってみましょう。森本レオさんのお家です。ウキウキキ。何、練習やらないかって。体力ねえんだよ今。キキキキキキキ。木の上を飛び移っていくって。いや無理無理無理。確かにこの場所ならではの練習だな。キキキキ。ああ、先導してくれるのか。でもそれはとても危険だな。やってみよう。そして、ああ、なんとか無事に終わったか。反射神経を鍛えるのにはいいかもな。お、すごい上がるじゃん。今日は疲れたな。やっと家に着いたぞ。ポンポン。あれ、梅さんのところの犬じゃないか。大丈夫、怪我治った？もう足の怪我は大丈夫か。ワン、おかげさんで。ところで何か用かい？恩返し。犬の恩返し。ワンワン。え、これをくれるのかい。あ、ほんとだ、ワン。犬なのに結構律儀なんだね。なぜにカタカナ。喜んでもらうよ。ありがとう。今の世の中、犬の方が義理人情に熱いんじゃ。義理献上なのかな、犬だと。お守りありがたい。最近虫が多いでやんすね。あ、物質レベルも上げたいな。ちょっと働くか。ん？この虫は、あー、それはシロアリでやん。やばくね？物質かじられるんじゃね？うん、そう。おい、ちょっと待て、こいつらどこから出てきてる？この辺りじゃないでやんすか？これはシロアリの巣でやんす。うわ、物質レベル下がった。これはまずいんで回復して、
ちょっとバイトしてお金貯めて物質強化しよう。物質は大事にしていきたいので。あ、事故？なんで落盤事故？2週間、うパワー10下がった。うわ最悪。いやこれはマジで最悪。いや、体力もうちょっと余裕なきゃダメなのかな。ゆきくん具合はどうでやんすか。あ、山田くん見舞いに来てくれたのか。これを見て早く元気になるでやんす。弾道上げちゃう。ありがとう山田くん。いやマジで弾道じゃねえかよ。山田、天本さん来たら怒られんだろ。考えろそこらへん。ありがとうよ。おい部品を集めるぞ。チェ、取り立ては厳しいな。おい、まあもらっとかないとね。やっぱりあと学校から補助が1万円とで、ボールはしっかりと変えておきましょう。で一旦回復をしてからバイトしましょう。事故ほんと怖いんで。ゆうきくん、最近野球の方はどうなの。まあまあって感じかな。そうよかったわね。ところで先生はどうしてこの島にやってきたの。めっちゃ先生イベント発生。なんで目潤んでんの。どうした、恋したか。恋するフォーチュ、キモいのが来た。たたたたた、みゆき先生。はっはっは、こんばん、一緒にご飯でもどうですか。そのはは言いながら言われてるのよ。はあ、はは返すな。いやーほら、一人で食べる晩ご飯ってなんかこう寂しくないですか。みゆき先生言ってました、そのセリフ。いえ全然寂しくないですよ。あなたとは行きたくありませんっていう下にねカッコつけられますね。いや私が寂しいんですよ、知るか。じゃあ俺に飯をおごってくれよ。はっ、なんでユキ、お前いたのか。なんだよ、ずっといたよ。よかったわねユキくん、平田先生がご飯をおごってくれるって生贄に捧げられた俺。いやおごるのはこいつじゃなくてみゆき先生に。じゃあ私は用事があるのでこれで。ああ行っちゃったよ。俺ラーメンがいいな。やだ、お前にはおごらない。いいじゃん、おごれよ。やだよ、給料日前なんだよ。じゃあな、ラーメンおごれよ。いや4の主人公って普通に高校生らしいよね。好きで、この裏でねパワポケ3が同じ時系列同じ時に起きてるので、今多分寿命問題解決したあたりだよ。そうしたらやる気、あーまあ働くか。ちょっと待って、せっかくだったらエッチなビデオを見てやる気上げてから働こう。これは すごいや。この体力10減ったの絶対にさ、あのフーっていう賢者モードだからだよね。で鉱石掘って16000円、いいね。なんかロマンチックな風景。へえ、海の向こうはいつにも増して明るいですね。今日は特別な日だからね。あら、この島のクリスマスだって捨てたものじゃないですよ。そうそう、クリスマスといえば、はいプレゼント。おお、ありがとう。このマフラー、手編み？手編みのマフラー？何それ、もうキュンキュンするわ。あ、やっぱりわかります。一応本で勉強して作ってみたのですが、やはり市販品のレベルには。すみません。いや、この方が価値があるんだけど。いいね、ゆきさん優しいんですね。とぼけてるのか天然なのか、まあいっか。いいねいいねいいね、もう青春しやがって。お前ら俺にも分けろ。じゃあ鉱石、青春してる裏でもうひたすら働いてるからね。それにしてもつくづく貧乏くさい物質でやんすね。まあ多少の不自由は我慢してくれ。これじゃまともに練習ができないでやんす。うん、早めになんとかしないとな。あー、まだ物質レベルが低いと。まあシロアリにかじられたからね。明けましておめでとうございます。今年こそ呪いをなんとかしましょうね。まったくそう願いたいよ。まあそれはそれとして、初詣にでも行きますか。行く行く、一緒に行こう。初詣って天本さんの家だろ。確かに。ええ、そうですけど。おばあちゃんは苦手だな、不吉ばば。あ、そうだ、そして。まったくあやつはどこでサボっておるんじゃ。あれ、不吉ば、おばあちゃんだけで天本さんはいないんでやんす。じゃあ賽銭を入れたらさっさと帰りな。この頃、ここって例の慰霊碑じゃないか。甲子園を目指すのならこの人たちの力も借りたいところでしょ。まあまあまあ、あと倒してごめんねって一回言わないとね。いやそれってなんだか目的と手段がおかしいような。甲子園行きたくないんですか。いえそんなことは、とりあえず祈っておくか。私本当はどうした。え、なんでもありません。どうした、ちょいちょいあるんだそういうとこ。天本さん言えないことがあるみたいな。いいんだよ、何でも言ってくれよ俺に。隠し事はなしさ。森本くん、この壺の中のみかんをあげるよ。と、あれ？ちゃんと壺を逆さにして取り出したな。それ猿に対する実験じゃね？なんか高いところにバナナ吊るしてて、下に物とか踏み台みたいなの置いといて取れるかなみたいな。キキ！
え、猿扱いするなって。じゃあ人号喋れ。ごめんごめん、練習疲れたでやんす。おお、壺の中にみかんが入ってるでやんすよ。ん、うわ、手が抜けないでやんす。こいつ猿レベルだな。山田くん、握ってるみかんを離すんだよ。スポ。おお、手が抜けたでやんす。あれ、でもみかんが壺の中に落ちちゃったでやんす。もう一度。あー、また抜けないでやんす。きー、うん、そうだね、猿に憐れまれてる山田くん、猿以下でございました。いや、お前猿に憐れまれてたのに猿煽ってるよ。昔から猿にラッキョウを渡すと皮を剥き続けるというでやんす。早速実験でやんす。お前剥き続けんじゃねえの。森本くん、ラッキョウをあげるでやんす。キー、開く。え、違うでやんす、皮を剥くのでやんす。キー、だからこうやって、あれ、うまく剥けないでやんす。どうしたんだ。むきき、むきき、きちんと剥けないでやんす。これ剥き続けてんじゃないの。まさに猿だな。いやー、悲しいね、友人が猿レベルというか猿以下というか、まあまあまあ、そういうこともあるでしょう。そしたら一回回復薬で体力か、あー、これしかないのか。じゃあもったいないな。じゃあ普通に体力回復すっか。で、この分の体力使ったらあとはいっぱいうろつきましょう。パシャー。ごほ、おばあさま、何をなさっておいでです。記念前の水ごりじゃよ。見ればわかるじゃろ。お年を考えてください。それでなくても最近はお体の調子がよろしくないのですから。この年になると死ぬのは怖くないよ。むしろあの世の方が知り合いが多くて楽しいかもしれん。そういう年なんだね。もうおばあさま、在中の藤田さんも私もまだいるじゃないですか。藤田か、最近会って話すのは昔のことばかりじゃよ。とにかく体を温めてください。ストーブを用意してきます。今が命の使い時なんじゃよ。何すんのババア。大、ど、だ、な、な、何すんの本当に。無理しないでねばあちゃん。とりあえず俺はバイトするけど大丈夫かな。ちゃんとね、皆さんもお年寄りは大事にしてください。特に自分のおばあちゃん。あ、しまい、39,708円増えた。3回分やん。どうした。おい、部費を集めるぞ。はい、もらえた、もらえた。で、補充しておく。ゆきさん、チョコどうぞ。おい、ちょっと待て。ありがとう。駄菓子屋のチョコ。わーい、おいらももらったでやんす。ギリチョコで喜ぶなよ。いや、同じレベルやん。なんで。ふん、ゆきくんは想像力が足りないでやんすね。みんなの前では恥ずかしいから、わざとギリチョコという可能性もある。なるほど。それだ。きっと本命はこの後でやんす。それだ。そして、あ、ゆきさん、え、チョコくれるの。ドンピシャ、山田くん。相手だけ間違ってた。はい。実は皆さんにお配りしたチョコが余ってしまったので。あれ、あ、チョコお嫌いですか。あれ、本命チョコじゃねえの。いや、そういうわけじゃないよ。まあいいか。おー、まあ天本さん、そういうとこあるよね。そういうとこあるよね。ちょっともうちょっと、なんというか、まあ、え、ちょっと3万、3299円だった。安っ、安っ。はい、この前のミニテストの答案今から返すわよ。ああ、あのテストか、難しかったよなあれ。スポーツマンに勉学は不要でやんす。はい、森本くん、残念。森本、あと少しで満点だったのに。頭いいなこいつは。いや、なんでじゃあ日本語というか言葉をしゃべれないんだろう。おや、何を驚いているのです。彼は僕のいいライバルですよ。ま、理系の科目は負けませんがね。嘘。いや、嘘だよ、本当よ。で、やる気減っちゃったんで、ちょっとビデオを見て回復します。あ、やっぱりね、弾道的なビデオだったのね。あ、体力もないな。これでいいか、そしたら。そしたら、よろずや行って、今、物質レベルいくつぐらいなんだろう。でも、足りてないんだよね、多分。いや、欲しいな。ちょっと待って、グラブとスパイク買っちゃおう。これ買って、ほんで、物質レベルアップ。これでよくない？だってこれでさ、もう何の練習してもプラスに入るやん。ありがとうよ、今日はたくさん買ってくれたから大サービスじゃ。あ、スーパーパワーいた。めっちゃサービスいい。じゃあ今回はここまでにしておきましょう。で、次回はもっとうろつきつつ、お金はもう十分なので練習をして主人公の能力を上げて3年目に備えていきたいと思います。3年目の目標は甲子園優勝、そこ目指して頑張っていきましょう。ではここまでご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録や高評価、コメントとよろしくお願いします。じゃあね。